バージンホテルズ・ラスベガスシアターは、ラスベガスのバージンホテルズ・ラスベガス敷地内に位置する多目的会場。1995年にハードロックホテルカジノ内にザ・ジョイントとしてオープン。2020年2月にハードロックホテルカジノが買収され、それに伴いザ・ジョイントも改装のため一旦閉鎖。2021年9月にバージンホテルズ・ラスベガスシアターとして リニューアルオープンした。主にアーティストのコンサートやボクシング、プロレスの会場になっている。1995年3月10日、ハードロックホテルカジノ内2500席の会場ザジョイントとしてオープンした。2009年2月7日、モトリークルーのコンサートを最後に閉鎖した。ザジョイントがあった場所はカジノに改築された。2009年4月17日、 6000万ドルの費用をかけ、ホテル東側の駐車場スペースに4000席の会場としてリニューアルオープン。リニューアル一発目のコンサートはザ・キラーズだった。2018年3月、ハードロックホテルカジノがバージンホテルズに買収され、バージンホテルズラスベガスとして改装リニューアルオープンする計画が発表された。2020年2月3日、 ハードロックホテルカジノとザ・ジョイントが改装のため、一旦閉鎖された。2021年3月25日、バージンホテルズ・ラスベガスがオープンした。2021年9月、バージンホテルズ・ラスベガスシアターとして、リニューアルオープンした。ありがとうございます。